ソレア心理カウンセリングセンターの高間です。今日はね、午前中は結構雨降ってたんですけれども、夕方になって晴れてきている感じですね。西の空、結構雲が切れてきています。今日のね、レターのご紹介です。いつも本音での発信ありがとうございます。本音で発信する高間先生の姿を見ていると、世界と距離のある自分の生き方も肯定できるような気持ちになります。愛着不全についての本も書かれているのですね。愛着障害の本も予想外の展開が起きていると話されていたので楽しみにしています。出版されたら必ず読ませていただきます。という、これは質問というか、感想をね、いただきました。どうもありがとうございます。私の、話を聞いて、ご自身の生き方が肯定できるようになっているというのはね、嬉しいことです。私もね、こうやって放送している甲斐があるというもんですね。本についてはね、もう海のものとも山のものともわからないような状態で、でもなんとかね、書いてますので、なんとかなるといいですね。多分今年中には一冊は出るんじゃないかなと思う、それぐらいのペースで書いてますので、で、また来年も、どうかな。ちょっとね、わかりませんが。本以外には近況があるかというと、そうですね。そろそろね、大掃除していこうかなと思っています。そんなね、大きな家じゃないんですけど、ちょっとずつね、水物からやっていけばね、年末に水物やるとね、水使って掃除することをやると、これ大変しんどいで、やる気が出ないですからね。だから、あったかいうちに大掃除は済ませておいた方がいいと思うので、11月ぐらいになったら、ぼちぼちちょっとずつやっていこうかなと思います。皆さんも、どうでしょうか。ご一緒にそういうスケジュールでやってみては、いかがですかね。あとはね、何かあるかっていうと、あとは何かありませんね。また思いつくことがあったらお話しします。今日はね、ちょっと短めですが、それではまたお会いしましょう。